レポートしましょう、レポートしましょう。砂ザメさんにして、で、砂ザメさんを追放しましょう、みんなで。あ、そうしましょう。砂ザメさん、OK、OK。くるばっかりやんけ、どんな、どんねん、いつくんねん。ライボ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 、はい、指導お願いします。はい、よーし、ちょっと今日小手紙ばっかしてるから生き延びちゃうぞ。よし、俺は守ってやる。アルマさんの寿命短めだもんね、今日ね。はい、ね、あの今回サボタージュになったら全部行くんで、サボタージュ。うわー、かっこいい。当たり前だろ、何を当たり前のこと言ってんだ。当たり前だろ、何言ってんだ、ビジョンスター。当たり前だろ、マジで。当たり前だろ、サボタージュ。いかにから死んでんだ、ね。直しててもいいだろ、このゲーム。当たり前だろ。殺志願者がよ。当たり前だろ。そうだ、そうだ。そう、はい。でも3回中2回3と選手停止されてますけどね。殺してんの？ん、そうですよ。お前のゲームの話しないでもいいですか。やっていいとこいるんだ。あ、そう、動画化する、動画化するときめんどくさいから、そうだ。そうっすよ。そういう話しないでください、本当に。本当によ、何が王だよ。王一。王一。あれ？あ、これ、あ、ごめんなさい。ごめんなさい。ボット再起する時間かと思っちゃった。あ、ごめんなさい。すいません。あ、すいません。今のセンターしてくれ。マジか。なよち。はい、です。内落ち。内落ちしたの？マシャさん。内落ち。え、どうやり直しましょう。はい、やり直しましょう。はい、はい。ああ、宇宙の木図になっちまった。落ちた？誰か、今。マシャさんが落ちちゃった。あのデブが宇宙船壊しました。ごめんなさい。キリの方はワンチャン早いかもしれないんで、左側に、昇降機の左側に。あれ、申し訳ない。ちょっとランケーブル引き抜いてきますね。でも、通話落ちてなかったから、多分。あ、もういいか。スナザメさんとアルマさんとニネさんがあるか。3人ぐらい真面目にやってそうですよ。3人、おっきりか。殺し、ニネさん殺しても。右の。右も直しそうな人殺しに。右直そうな人殺せば。スナザメさん殺しましょう、これ。スナザメさん、あれ惨状すぎる、惨状すぎるし。これ誰ですか、誰ですか、これ。え、何が起こった、何が起こったの、一体。リンネさんのセルフでしょ、これ多分。リンネさんのセルフか。これリンネさんのセルフで。説明させてくれ、頼むわ。はい、どうぞ。キャラクターが鳴ってる時に、左を直しておった人たちの大集合の中、ダブルキルが起こり、続いてる。見ました、もう一人。はい、でそれをさ、はい、桜殿がしっかりさんを見落とした。しっかりと殺してるところ我は死にしとるので、その中じゃったら、まあ、桜殿は確実にやっとる。え、でもリンネさんのセルフ続けてる。私が言ってます。あ、私が言ってる。でもリンネさん自分が見られてると思うんで、リンネさんなんでなんでおかしいじゃろ。そうなるとそこにずっといたじゃろ。そこにヌー乗ってるのじゃん。だって他の人たちから桜さんってヌーに行ってましたよ、今。ヌーの右側行ってるんで。ハイソン人が。桜さんは否定されて、だから破綻してますよ、リンネ。これはね、え？その左の目撃を私はもう脳死で信じちゃって大丈夫ですか？あ、大丈夫です。なんで3人が見てるから。リンネさんのことが本当だったら4人ぐらい好きになっちゃうんで。でもまあダブルキルが起こったってことはもう誰か一人身内切りしてるってことですよね。いやでもだって3人見てるんでしょ。だって昨夜さんがヌーン乗ってるのを誰かが見てるんですよ。ジンビさんが見てて、ケズさんも見てます。怖すぎる、これもなくても。まあなのでリンネさんをリンネさんの相方もその場にいたってことですよね。そうそうそう、砂亀さんの推理が合ってる。砂亀さんで、これはその候補は誰なんですかっていうの、今ちょっと右側にいたんで私わかんない。まあ浮き位置の、まあ、ゾニキや心電図情報偽ってるとかあるかもしれないし。いや、そもそもダブルキルにいた現場で砂亀さんを追放してほしいわ、この後。死んだ人以外。まあでも弁当とかもあるけど、とりあえずリンネさん釣りは。弁当の可能性もある感じですか。あ、弁当の可能性もある。インポスターいいんだ。メインから。インポスターだらけじゃん。5人インポスター。2体あったんですか、それ。2体あって、2つあったんですか、リンネさん。2体。ダブルキルが起こったんじゃないですか、そこって。ダブルキル起きてる。で、私も言ってないから分かんないけど。偽装？あれ、左が分かんないから。違います。あ、そういうことか、これ。
一瞬混乱したわ。いやまだ気づいてないから、まだ砂鍋さん気づいてないから。砂鍋さんが気づいてない。砂鍋さん気づいてない。これレポートしましょう。レポートしましょう。砂鍋さんしてで砂鍋さんを追放しましょう、みんな。あ、そうしましょう。誰か殺す。浮き一だからつって。ゾニキさん行くよ。ゾニキさん行くよ。ゾニキさん行くよ。オッケーオッケーオッケー。あで僕さるのり。僕とジングリさんがペアで白証明して。金払わないですね。はいはい。早い早い、もうなんかいろいろもゾニキさんがリアクター飛来で死んでたんですけど、僕とジングリさんが一緒に走っていって発揮なんで、ジングリさん100無理です。アルマさんもセルフないです。即レポとか、まあもう今ギリギリだと思うんで、アルマさんもないです。あ、私視点、あ、砂ザメさんが右に直しに行ってるの見てるんで、砂ザメさん白で置きます。大丈夫です。あ、マイタル見てない。だからもう、あ、いや、酒屋さんしかないです。酒屋さんで大丈夫です。酒屋さんかサントスさんかが、まあダブルキルの現場にいたのもその2人なんで、それで砂ザメさんにいる。あ、そう、まあ、酒屋さんなんですか。あ、酒屋さんなんですか。そうですね。担当さん目線だとそうなんじゃないですか。そうそうそう。これね、これで砂ザメさんに入れる流れで。ここまで情報集まって中に砂ザメさんをあの白弾きするともう2V1になるのにっていうわざわざやってるところをちょっと取ってほしいかなって。ああ、はい、ああ、なるほど。あの左の現場が全く自分いなかったんで、有馬さんとそのジムさんが多分ニュアンス的にどっちなのかなっていう、その担当さんと咲夜さんをどう見てるのかちょっと教えてほしいな。最初どこでしたっけ。てか砂鍋さん、なんであの下から差し入れることに気づいてない。アーカイブで湧いて、はい、メインのところで合流して、右に行く砂鍋さんに行って、左のリアクターを直しに行ってって感じですね。で、目の前で。これ、砂鍋さんはないんですか。ぜひ高評価よろしくお願いします。いや、まあ、酒屋さんと直でいいと思いますけど、うん、話聞いてる感じ。で、酒屋さんで終わんなかったら、佐藤さんに終わらないので、うん、まあ、うん。あ、いいよ、それで終わんなかったら私でいいよ。いいな。僕はいい大人しかいね。お願いします。さんがここでそう 2V1 にする理由がある。頑張ってください。マジか。なるほど。いや、油断してた。全く分かんなかった。ちょっとマジでお腹痛い。ドッキリだ。敗損です。敗損。敗損。僕が初手落ちてます。すみません。マシャカリさんが落ちまして。あと1個言わせてもらっていいですか。これ皆さん取れ高だけど、僕ずっと宇宙にいるから全然取れ高じゃないですからね。僕は。まあ、どんなことだと4、6人もあるってなって思いながら、完璧に。俺だけずっと言ってたからな。本当すいません、砂鍋さん。やべえ、連携すごいな。まあ、そうなん。あんだけ、ちゃんと砂鍋さんに入れるのすげえと思って。すげえな、連携が。死ぬ。3キロ起こったから、あと60秒もあってなってずっと思ってて。死ぬ。配送、流れとして配送しようと思ったら、あの、はい、ミュートされてる方々がいたんで、これはやろうかみたいな。ドッキリしましょう。ドッキリしましょう。俺、リンネがマジで喋り出すから、急に。全然わかんなかった。いや何と思ったと今私に4分集まって、もうなんか砂ザメさんがただいい人いい人すぎてもう大好きだな砂ザメさん。マジかよと思っちゃった今なんかいやマジでお腹痛い。いや面白い。僕砂ザメさん大好きです。作戦会議したぞ。そんな一番最初、あ、じゃあ2回目からか。1回目の会議終わった後、初手ボタンの後から喋ってる。あ、そう全然気がつかなかった。もう砂染さんだけでしたよ、スピーカーミュートちゃんと捨てるの。そうなんですよ。あれこれ気づいてないってなってたもんね。面白い。そう、あー、なんと。そうなんですよ。なんと。わかります、わかります、砂染さん。あー、ロケが見たけど、ずっと宇宙だわ。どうなるかなと思ったら、上からリーネさん降ってきて。リーネさんと砂染さんだけスピーカーミュートずっとしてて、気づいてなかった。こら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 。どんな気持ちだったんですか、砂鍋さん釣られた時。なんでっていう。パニックですよね。もうパニックですよ。リンネ、DM 送ったんだけどな。見た？リンネ、見てない。見てない、見てない。見ろや。教えるぞって。マジで面白い。
なんでって思っちゃったし、これ悔しい、俺動画にできねえ、ずっと宇宙空間だからダブルキルもなんでみんなそんなふわふわしてんだろうと思いながら確かにダブルキル起こってんのになんでそんなみんな表現がふわふわしてんだろうって思う。お腹痛いマジで。いやだから一人でいるときになんでみんな配電盤開いてんだろう真面目に。なんかすごいな、この配送をただの配送にしないところがさすがすで皆さん本当に単純に砂溜さんいい人だった本当。ただただ砂溜さんの人の良さが分かる何でこうなったのかっていうのが